平野仕様、初ダンス動画が825万回再生超え、アーティスト活動の指導は10月以降か。こんにちは、読者の皆さん。平野仕様ファンの皆さん、お待たせしました。今回は、平野仕様の最新情報についてお伝えいたします。元キングピンス以下、キンプリの平野仕様が、 待望のダンス動画を公開し、その反響が凄まじいものとなっています。さらに、彼の新たなアーティスト活動についても興味深い情報が入ってきています。それでは、詳細をご覧いただきましょう。平野紫耀ダンス動画が大ヒット。8月27日、平野紫耀は自身のインスタグラムアカウントを更新し、初めてのダンス動画を公開しました。 この動画は上下スウェットにキャップ姿の平野がダンススタジオで見せるもので彼の魅力を余すことなく詰め込んだものと言えます。動画の中で彼は他の力とコメントしておりファンの期待に応える形でのパフォーマンスとなっています。このダンス動画は元金プリのメンバーである神宮寺由太からのコメントと共に公開されファンたちはその共演に大いに興奮しました。 神宮寺が、俺撮るの上手じゃないとコメントし平野がさすがです。と返信するシーンからこの動画の撮影者は神宮寺であることが判明しました。コメント欄には、ダンス動画を出してくれるとか、オタクの需要分かりすぎてるよ。早く会いたい、というファンからの熱烈なメッセージが殺到。動画はわずか1日で825万回以上再生され、 コメント数も同アカウント初投稿への書き込み数に迫る勢いです。この平野のダンスはダンサー厚し氏による振り付けのようで、同志は X、旧ツイッターで、最高にかっこいい、ありがとうございました、と平野への感謝を投稿。 厚紙氏のインスタグラムには24日付でダンサー数名が同じ振り付けで踊っている動画が公開されており、コメント欄にはコラボが見たいといった平野ファンの書き込みが並んでいます。芸能記者、株式会社使要は平野氏用の個人事務所平野使用に関するもう一つの注目ポイントは彼の個人事務所についての情報です。 7月7日に飛べ入りを発表した平野は、タレント側がマネジメントを行うエージェント契約を結んだと報じられてきました。 しかし、同18日に株式会社仕様、シ翌19日に株式会社アイ、エイニーという新会社が設立されたことが判明し、その登録住所がかつて平野が通った愛知県名古屋市のダンススクール、ファンクキットの住所と一致していることから、平野と人流寺の個人事務所ではないかとファンの関心を集めています。 平野の弟であるクさんが代表を務めるアパレル会社、株式会社 RM ブラムも同じ住所を登録しており、これらの要因から平野ファンは興味津々です。株式会社愛が神宮寺の個人事務所であるなら、これまでの報道とは異なる展開が予想されます。さらに平野の母親が、 株式会社仕様の取締役として名を連ねていることも今後の平野の活動に影響を及ぼす可能性があります。平野仕様本格指導は10月以降か。平野仕様のファンにとって待ちに待ったダンス動画がついに公開され、その成功に歓喜していることでしょう。しかし音楽活動に関してはまだ具体的な情報が明らかにされていません。 現在、戸部所属となってから1ヶ月半ば以上が経過しており、アーティスト活動のスタートが待たれています。一方、元金プリのメンバーであるキシユタがジャニーズ事務所を退所し、その合流が噂されていますが、平野については、ハイブからのソロデビュー話も浮上していました。しかし、彼は戸部を選んだと言われており、アーティスト活動の本格始動は、おそらく10月以降になるでしょう。 多くのファンが平野のダンス動画に大きな期待を寄せ、これからの彼の音楽活動にも注目しています。このような反響があれば、飛べでのアーティスト活動も順調なものとなるでしょう。結論。平野紫耀の初のダンス動画が爆発的な人気を集め、彼のアーティスト活動に対する期待が高まっています。個人事務所の設立や、 アーティスト活動のスタート時期についての情報もファンをワクワクさせています。彼の魅力的なパフォーマンスと新たなステージへのステップに多くの人々が期待を寄せています。平野紫仕様のこれからの活動にどうぞご期待ください。読者への挨拶。平野紫仕様ファンの皆さんお読みいただきありがとうございました。 彼の魅力的なダンス動画と今後のアーティスト活動についてお伝えできて光栄です。平野紫仕様のこれからの活動を心待ちにしましょう。また、平野紫仕様を知らない方にも彼の魅力が少しでも伝われば幸いです。今後とも彼の最新情報にご注目ください。